毒はもう取り除きました。しかし毒素に侵された体は一朝一夕には回復しません。薬術先生、父は？ご心配なく、処方通りの薬を毎日続けて服用すれば長くとも 2,3 年で全開するでしょう。発見が早かったのが幸いでしたね。あと数日遅れていたら毒素が臓腑にまで行き届き危ない状況になっていたかもしれません。まさかこれほど希少な毒物を手に入れるとは。ファリュイの奴らめ、よほど広いツテを持ってるようだな。だが私たちに出くわしてしまうとは、奴らも運が悪い。それでは天王寺、我々はこれで失礼します。数日はあまり動かず、しっかり休息をとってください。ああ、わかってるよ。ありがとう。来てくれたか。今回のことは本当にありがとう。後で茶を入れよう。お前さんたちにもわしの腕前を味わってもらわんとな。ああ、前は気力が衰えてきていると感じていたんだが、今は随分頭がはっきりしてきたよ。そうなると天数後継者の選考もそれほど急ぐ必要がなくなったわね。エラン、来たのか。事の処理がだいぶ終わったから暇を見つけて状況を見に来たの。依頼はこれで完了よ、天王寺。私から見て地位はこの座にはふさわしくない。でも官位と名伯は育成を試みてもいいと思うわ。ご苦労だった。はあ、人の心は変わりやすいというが、実際に身をもって経験するとやはり落ち込むものだ。オイラの気のせいか？なんだか天王寺、あんまり驚いてないように見えるぞ。天王寺を見くびらないこと。もしも本当に地位を信用して疑っていなかったら、私に視察官なんて依頼しなかったわよ。普段の流れだったら、実は月海亭が視察を担当するの。そうよね、天王寺。ああ、本音を言えば心の底からあいつを信じたかったが、わしは天数という立場に責任を負わなければならない。実は地位と知り合ったばかりの頃、あいつがわしに近づいた目的について疑い、裏でいろんな調査をしたことがある。出た結論は、当時のあいつに体などなかったということだった。わしをただ普通の長友として扱っていたんだ。いつからあいつまで変わってしまったんだ。あいつを直接推薦する考えはなかったが、正々堂々の勝負をさせるつもりはあったよ。出生と名簿、多くの者が重んじることだが、わしにとってはあまり重要ではない。わしが天数になったばかりの頃も名声なんてなかった。関羽お姉様が間に入ってくださって、やっと解決できたなんてことが多々あったんだ。わしが本当に評価していたのは、あの子の賢くて負けず嫌いなところだったのさ。確かに地位は賢くて慎重な人だわ。情報から見るとファドゥイ側は彼に対してあまり警戒していなかった。でも一方、地位は毒を盛るために入念な準備をしていた。彼が選んだ新月剣の強いお酒は、その強烈な辛さで毒薬の酸味を隠すことができるの。ファドゥイの役人が程よく酔い、最も油断している瞬間を見計らって毒を盛った。彼は買っておいた酒壺の中に毒を隠す段取りをつけていた。壺の中の酒が減った後、何食わぬ顔で壺を振れば仕切りの中の毒薬が酒に入る。その後、地位の所持品からは解毒薬も見つかったわ。もしもファドゥイの役人が疑いを示したら、地位も一緒に毒酒を飲んで機会を見計らって解毒薬を飲むつもりだったのね。でも毒薬は体を侵すんじゃないのか？
ええ、もし本当に毒酒を飲んでいたら、たとえ解毒薬を服用しても大きな後遺症が残ったでしょうね。自分自身に対しても彼は躊躇しなかった。チーは今どうなってる？牢獄にいるわ。縁妃の言葉を借りれば、この世のすべての罪にはそれ相応の代価を支払うべきだから。でも彼はこちらに協力的な態度で交渉を断らなかった。だから私も警備を増やし、彼が投獄されている間の身の安全を守っているわけ。裏で手を下そうとするファドゥイから彼を守るためにね。交渉？あ、チーを逮捕した時にイランがチーに言った話か？ええ、私はチーにはあまり興味ない。もし今回の出来事がチーとしか関係していなければ、途中で部下に任せてもよかったの。でもファドゥイと関係しているとなれば、話は面白くなってくる。大きな魚を捕まえられる気がするでしょ？捕まえられたのか。あと一歩のところで残念ながら逃げられてしまった。天王寺もイエランも何言ってるんだ？オイラ全然わからないぞ。チーはファドゥイと結託して天数の位置を狙ったでしょ。逆に言えばファドゥイは天数選考に干渉したことになる。あのユスポフというファドゥイの役人は私たちの手の中よ。チーの口述と合わせれば外交の場で攻めを続けられるわ。それにユスポフの副官であるティオファンも操れるわ。彼をファドゥイ内部に潜入させる駒として扱える。こういう駒は重要よ。肝心な場面ですごく役に立つんだから。利なければ早起きもせず。私が何のために忙しくしてたと思ったの？じゃあ成功したのか？半分はね。前半は順調にいって、資料もすべて行幸様に渡した。でも私たちが接触しようとした時、ティオファンはすでに失踪していた。すべての証拠もろともね。対応がこれほど早かったのは、おそらくファデュイの方もこちらに目を配らせているからだろうな。他のつてから得た情報では、ファトゥス負者が関与しているようだった。ファドゥイの主力はこちらにいないから、負者もこれを遊び駒として扱ったのでしょう。ティオファンに逃げられたのは惜しかったけど、未だリーユエに目をつけているファトゥスが誰なのか分かった。私の今後の仕事にも方向ができたわ。そういえばイエラン、お前さんは天数を引き継ぐつもりはないのか？何日か前に頑丈茶室でお前さんも興味を持っていたようだったろう。わしから見てお前さんの能力なら十分適任だ。あれね、もちろん冗談よ。私はやっぱり今の生活が好きなの。危険もスリルもあるし、そしてそれは暗部での行動だからよ。もし天数になったら、暗闇にも危険にも首を突っ込めなくなるじゃない。さあ、話はここまでにしましょう。私はもう行くわ。あと何日かしたら遠出するから、事前に準備しておかないと。どこに行くんだ？もちろんまだ秘密よ。でも君たちのおせっかいな性格からすると、今後も何かのトラブルに巻き込まれることになりそうね。次の危険な場所でまた会えるかもしれないわ。それまで決して油断しないこと。君たちを狙ってる勢力は結構な数よ。まだ何か質問があれば天王寺に聞いてちょうだい。今回の一件で天王寺も君たちに一つ借りができたんじゃないかしら。何か聞きたいことはあるか？わしはかつてチーを含めた3人に言ったことがある。策略は重要だが、それ以上に自らの本心を大切にしなければならない。
シーとユスポフ大使は策士でありながら策に溺れ、互いを駒のように扱っていた。だがイェランとフシャの目からすれば、彼らはより大きな盤上に立たされた駒に過ぎない。策略に果てはない。対処できないなら関わらない方が、かえって物事がはっきり見えることがある。人は皆欲望を持っているが、それに支配されてはならない。一時的な損失などにこだわらず、自らの心の思う方へ進めばいいんだ。何か聞きたいことはあるか？わしがイェランと知り合ったばかりの頃、彼女はまだとても若かった。だがあの頃から彼女はとても力強い雰囲気をまとっていて、どこかつかめない性格だった。わしのある旧友がイェランをこのように評価したことがある。笑っているように見えても目に微笑みは全くなく、とても危険な人物だと。だがわしからすればそこまで大げさに言うものでもない。少なくとも彼女はお互いに信頼し合う者を傷つけたりはしないよ。何か聞きたいことはあるか？フシャはファデュイ執行官第9席で、ファテスの中で最も金を持つ者の一人だろう。だが彼の富はモラだけに限らない。奴は財に対して特別な理解を持っているんだ。彼の計画はこの世界の根本を揺るがす可能性がある。それ以上の情報はほとんど聞いたことがないな。もし今後そのような情報が必要になれば、行幸に聞いてみるといい。何か聞きたいことはあるか？イェランが言ったように、わしの体はほとんど回復している。あと何年かは持つだろう。これから数年かけて徐々に仕事を他の者に引き継がせ、ゆっくりと後継者の育成をしようと思う。おっと、そういえば官位と名伯がまだ下で待ってたな。後で彼らともきちんと話をしなければ。何か聞きたいことはあるか？お前さんとイェランのおかげで今回は助かったよ。今後何かあったら不島まで来てわしに相談するといい。シーはもう牢獄の中か。当たり前だろ。天王寺に毒を盛るなんて、どうしたらそんなことができるんだ。はあ、何ため息ついてんだよ。いや、ただ惜しいと思ってな。俺はずっとあいつがすごいと思ってた。もしあいつが天数になればきっと俺のできないことをたくさんできる。惜しいことなんかない。あいつがすごいのは認める。だがあと3年もすれば、俺は必ずあいつを超えてみせる。その時になったら俺が天数を引き継いで、あんたが俺の右腕になるってのはどうだ。そういう話はその性格を変えてからにするんだな。心を落ち着かせられないようじゃいつかことを損じる。今のお前じゃ本物の天数後継者になるにはまだまだ足りない。だったらゆっくり調整していくさ。そしていつかあんたが一つも欠点を挙げられないようなやつになってやる。だがその前にまずは天王寺に会いに行こう。